皆さんこんにちは、ペソでございます。スーパー倉庫はね、続きやってまいりましょうか。これはまあ、ここはまず間違いないと。で、押し方一つやけど、こういった方がいいのか。ね。その方が。ちょっと下入れるときだけ癖がありそうな感じですけどね。まあ、これは後々でもいけますね。下、まあ下っていうか、ここやな。これを1個置いとかないと後で苦しむね、間違いなく。あ、これもそうやけど、こっちから行こうか。ここまで入れちゃうとね、ここに落とせないんですよね。どういきゃいい、こういきゃいいか。こうやると積むんか。もう一個だけ持ってきとこうか。で、そうですね、こう下げればもうね、こやつはまあこの面はね、なんとかすぐ分かったから良かったですけど、あとはどうす、あとの面ですよね、こっから。はい、いけました。ん？で、
を作ってからか、これは。ごめんなさいね。もしかしたらめちゃくちゃまどろっこしいことしてるかもしれないけど。ちょっとダメなんだ。難しいな。そうか、さっきこっちを組み立てちゃえばいいのか。要するにあの右の列からね、先詰めていかないといけない面なのは分かってるんですけど、で3つ目まで詰めます。おっと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 。で、そうかそうか、わかったわかった。こういうことですね。ちょっと最初の300歩ぐらい無駄になったかもしれんけどね。罠ないよな。大丈夫やね。上から詰めていけばいけるはずです。ああ、そうか。こうしちゃえばいいんだ。Thank you.
や最初ちょっと迷った分がごめんなさい、無駄になっちゃいましたね。かなり大丈夫よねこれ。理想ですから、あーよかったよかった、間違えたかと思いました。はい、OK でございます。お、苦手なパターンの面ですね。これは先こっちだな。だけど迎えに来てあげないといけないのか。これをまずね戻せるから、ここにしてあげる。やってて気づいたんですけど、こっちからいけるなと思って、これなかったらねもうちょっと細いいるんですけどね。はい、 OK。
いや最初がわからん、なんだこら。いや、真ん中？で上に寄せないいかん面か。あれ最初のギミックがわからん。あ、こういうことか。あ、オッケーオッケーオッケー。で、あとは詰め方やね。こっちから入れる。で、下。あー、この今通ってきたとこがすごいミソになりそうですね。ぐらい準備しとけばいいのかな。っていうか1個は入れてもいいんか。1個か2個は。で多分ね、入れる前にね、開けとかないといけない感じがしますね、これは。というのは、押し上げた後に。ここまでは OK ですよね。あ、そうか、下や。この下2つをフリーにしてあげないといけない。まあこれは下でいいですよね。うん、でこれやね。こいつを、そうそう、上上げてあげないと塞げない。うん、これでいけるでしょう。塞いでも。
あー溶けんかと思った最初。千鳥型はやっぱり苦手ですね。あの一個飛ばして頭の中の計算が追っつくまですごい時間かかる。どんだけね、フィーリングでやってるかっていうのがねよくわかりますよね。自分が感覚のみですよね、まあ、だからこそね、パーフェクトの時のね、倉庫版パーフェクトね、その時のあのギミックを覚えてたりとかしてね活かせてるっていうのはあると思うんですよね。はい、クリアしました。あー、これもやっちゃおうか。ね、ここに置きたいな。ということはこうしたらいいのか。でこれを、うん、で通り道作るでしょ。出来上がるんですけど、ちょっと時間かかりそうなんで、これはまた次回にね、させていただきたいと思います。ですので今回は、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。